さすがおぼろの当主ね。アゲハ、たとえ死んでいるとはいえ仲間を平気で切り捨てるなんて。拳様から聞いたわ。おぼろの里が襲撃されたのは本当だったのね。おぼろを捨て抜け人になったお前には関係のないことだ。一族を殺されて何が当主よ。おぼろの仇は俺が取る。お前の助けなど必要ない。猿。